はい、皆さんこんばんは、あみです。今回はリクエストにも多かった私のバスタイムルーティンを紹介していきたいと思います。普段はシャワーだけであんまり湯船に浸かることないんですけど、最近ね、寒くなってきたので、だんだんね、湯船が必須になってきました。入浴剤は必ず入れます。ソルト系がね、普段は多くて体が温まるし肌もツルツルになるんですけど、今日はせっかくなので楽しいバスボムにしました。お風呂に入る前にマスカラリムーバーとポイントメイク落としでポイントメイクだけ落としていきます。前まではもうクレンジングオイル一つで全て落としてたんですけど、やっぱりね、この一手間でだいぶメイク落としが楽になるので、もう最近はね、ずっとこのやり方でメイク落としています。そして残ったベースメイクだったりとか、ちょっと残ってるね、アイメイクだったりとかはこのクレンジングバームでしっかりと落としていきます。こんな感じでしっかりとね、メイクが落とせたらお風呂に入ります。一人暮らしなので一番最初に湯船に浸かっちゃうんですけど、浸かってる間はね、だいたいぼーっとしてることが多いです。頭から日々の邪念だったりとかを追い出して、お風呂の浮力にね、身を任せます。お風呂に入る時も音楽は必須なんですけど、リラックスできる音楽を選ぶようにしています。昔からバスタイムは自分の機嫌を取るのによく使っています。体を温めていい香りに包まれながら、いつもよりもね、ちょっといい値段の入浴剤で自分を甘やかして、いつもはしないような特別なケアをしていると、心もね、なんかだんだんとケアされて元気をね、取り戻せる気がして、すごくね、私の中で大事な時間になっています。湯船を満喫したら髪を洗います。皆さんはどこから洗いますか？私はね、もうずっと髪から洗っています。使うシャンプーはナローのディープモイストシャンプーとナローのディープモイストトリートメントを使っていきます。私は髪の痛みがすごいんですけど、意外と髪をね、褒めていただくことがすっごく多くて、これを使い出してからさらに髪の調子がね、いいです。乾かした後の髪が潤ってる感じとサラサラな感じがすっごく良くて、最近のね、お気に入りです。香りもリラックスピオニーの優しい香りがふわっと広がる感じで、すっごくね、癒されます。洗い流すとね、本当にね、髪がトゥルットゥルです。次に洗顔ですね。普段は洗顔器で洗ってるんですけど、特別な日はね、スクラブをしたいので、普通の洗顔料だけで手だけで洗っていきます。過剰にね、洗いすぎないように気をつけています。そしてスクラブはずっとこれお気に入りで使ってるんですけど、ココナッツのシュガースクラブで、ココナッツのね、甘い香りがします。あ、落ちましたね 正直なところ、このスクラブ使わなくても洗顔器でケアはできてはいるんですけど、スクラブがね、なんたって大好きなので、やっぱりね、特別な日はスクラブを使っています。次は体なんですけど、今日はちょっとね、使ってないんですけど、最近ハマってるのがボディブラシで、ボディ用と足用で2本持っているんですけど、すごくすっきりするし肌も柔らかくなってすっごくいいんですけども、今日は体のね、スクラブをしたかったので、普通のボディタオルで洗って、ボディのスクラブもココナッツのスクラブです。これで私のバスタイムルーティンは終わりになります。はい、皆さんいかがだったでしょうか？これが私のバスタイムルーティンです。あ、特別な日の？なんか特別なバスタイムの時は、やっぱり疲れたなーって時、でも頑張りたいなって時にすることが多いかな。なんか疲れている時は、なんかもうそんな、なんだろう、頑張ろうっていう、元気出そうみたいな、いう元気もない時もあるんですけど、どちらかというと、その特別なバスタイムをする時っていうのは、気持ちをリセットして、ちょっと頑張りたいって時にします。まあ気分転換というか、自分の機嫌を取りたい時に
しますね。自分をケアすることで気分もやっぱ女子なので良くなるし、私ちゃんとケアしてるぞみたいな、その女子力みたいな、そういう時間を過ごすことで自信をねまた取り戻せる時も多いです。あーもう頑張れないなとか、あちょっと疲れちゃったなって時って自信もね低下してると思うんですけど、まあそういう風にね、なんかスクラブしたりだったりとか、いつもよりもねなんかお風呂の工程多くしてバスボム入れてみたりだったりとか、そういうことをすることによって、なんだろう、気持ちが元気になって、そんな時でもねなんか頑張ってちゃんとケアしてるっていうのがなんか自信になってね元気になる時もあるので、そういう意味でもなんかお風呂ってね自分の機嫌を取りやすい時間なんじゃないかなって思います。今回使ったシャンプーとトリートメント、新商品なんですけど、雑誌のアーアンのモテコスメ大賞を受賞したそうです。卵角膜アミノ酸っていう保湿成分が入っていて、なんかね今までになかった新しいダメージケアシリーズのシャンプーとトリートメントになっています。なんかノンシリコンでね結構きしむイメージ皆さんあると思うんですけど、全然きしまないんですよ。全然きしまないし、すっごくね泡立ちがいいんですよ。痛みが気になるこの毛先だったりとかも結構優しく洗える感じがして、そこもね気に入って使っています。そしてAAA の阿泰慎二郎さんが公式アンバサダーだそうで、ナローのために楽曲を提供してくださったみたいなんです。でそのねウェブ CM も公開中なので、ぜひぜひチェックしてみてください。もちろんねネットでも買えるんですけど、ロフトにもね置いてあるみたいなので、ぜひねロフトとかね立ち寄った時はチラッとチェックしてみてください。ここ3週間ぐらいかな、ずっとこのシャンプーを使っています。結構ね髪の毛とかもね普段ね綺麗でね、何使ってるんですかっていう風にコメントくださったりとかねしていただくことも多くて、そう最近はねこの3週間くらいこのシャンプーを使っているんですけど、結構ね調子がいいです。はい、気になる方はねぜひぜひチェックしてみてください。はい、ということで今回はバスタイムルーティンの紹介でした。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。